どうも皆さんこんにちは、ひよひよです。今回はですね、ターンホール10から星3を取るリプレイを1本見ていきたいと思います。早速見ていきましょう。はい、こちらはですね、イロリンさんという方が星3を埋めた、村なんでございますけれども、まあ村を見ていくとですね、こちらインフェロのタワーがレベル1と、他はタウンホール9カンストに、まあカンストですね、タウンホール9カンストにインフェロのタワーがついていると。なんだ簡単じゃんとか思うですね、タウンホール9以下ぐらいの方、これですね、本当にタウンホール10になれば分かるんですけれども、やはりインフェロのタワーがついているのとついていないので相当戦い方が変わってくるんですよね。変わってくるんですよ。そういうことで早速リプレイを見ていきたいと思います。はい、編成を見ていきましょう。編成結構たくさんあるんで収まりきってないですけれども、ホグライダーですね。やはりターンホール、多分ホグライダーは前弱体化しましたけれども、ホグライダーターンホール9でゴレホグとか非常にね今強いですよね。ベースを選びますけれども、しかしですね、ホグライダーターンホール10でもバシバシ使えてしまうんですよ。ホグライダーには基本ヒーリングをかけていきますけれども、インフェルノタワーの特性として、インフェルノタワーがターゲットを取っているユニットに対してはヒーリングの効果が適用しないという、インフェルノの特性があるんですね。それなのでホグライダー回復しないとダメなんじゃねとか思うと思うんですけれども、こちら非常にうまいリプレイとなっております。はい、まずですね、ウォールブレイカーでですね、援軍を釣るという形ですかね。援軍をしっかりと釣れています。今回相手の援軍は、ガーゴイル、そしてネクロマンサー、ウィザードという形ですね。そしてバーバリアンウォールブレイカーで穴を開けつつ、援軍を釣り出していくという形になります。基本的には私ですね、いつもその流れを見てから説明とかはするんですけれども、もう一発でいきたいと思います。やはりこういう場面ネクロマンサーが足が非常に遅いのでね、はい、ここでしっかりとですね、ジャイアントを出してからしっかりとターゲットを取らせて、ネクロマンサーが死なないように、味方のネクロマンサーが死なないように、しっかりとですね援軍処理をしっかりと行っています。これが非常に重要なポイントだと思いますね。はい、そして、このようにもう相手の援軍が処理されましたね。まだちょっとされてませんけども、さあここでヒーローが投入されました。ここでネクロマンサーが逸れてしまっているんですけれども、まあ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 という感じでございます。さあここで霊場を打ちます。ここで霊場を打ってですね、ヒーローと、まあヒーローを基本的には強化していくと。ここでバシバシと取っていきます。もうヒーローと援軍処理ユニットで 24%。 さあここでホグライダー出てきましたね。ホグライダーが出てきました。ここでもうですね、この時点でヒーリングをかけていきます。これはシングルインフェルノに対しては全然ホグライダーはですね全然効くんですよ。シングルインフェルノターゲットをですね1体しか取らないので、ホグライダー別にヒーリングをかけても全然 OK です。しかしですね、やはりシングルインフェルノはゴーレムとかに強いですし、やはり最初の方にヒーローでですねもうマルチインフェルノを破壊してるんですよね。さらにここで、この時点で防衛施設が下は大砲1つ、破壊されました。上に、アーチャータワーとウィザードの塔、そして中心部に、今消えましたけれども隠し施設があったという状況で、もうすぐ防衛施設は破壊できるんですよね。そこで基本的にはヒーローも今ヒーローがですねアーチャークイーンが生き残っている状態ですけれども、この時点でこの時点で防衛施設がですねほぼほぼ破壊されましたね。まだしてないですね。破壊されました。この状況でのもうホグライダーがいないんですよね。そして最初の援軍処理で、使ったネクロマンサーであったり、あとはその最初のインフェルノタワーとかを破壊するためのアーチャークイーンが生き残っている、こういうこと、これが非常に重要なんですよね。やはりホグライダーは防衛施設を破壊し終わったタイミングで、まあ、残っていたとしても5体ぐらいだと思うんですよ。その5体ぐらいで残りの施設を破壊するっていうのは非常に時間内にですね攻略するのは非常に困難なので、しっかりとその最初に投入したユニットが残っているということが非常に重要です。さらにですね、やはり今回のそのリプレイを見ていくにあたってですね、やはりインフェルノタワーのマルチ設定とシングルインフェルノ、マルチとシングルっていう、この組み合わせっていうのが、まあ、勝敗の鍵だったかなと思いますね。もしこちらのもう一本のインフェルノタワーがマルチインフェルノだった場合、やっぱりヒーリングとかも厳しいかなと思うんですよね。やはり5体もヒーリングが通用しないと一瞬でやっぱりホグライダー溶けてしまうので、
やはりこのマルチとシングル、まあ、あるいはシングルとシングルでもまあいけるかなと思うんですよね。あ、でもこちらがシングルだと最初の方にヒーローが死んでしまうので、うんって感じですけども、まあ、今回はしっかりとベースを見てですね、例えばこちらもシングル、こちらはマルチというのを見てしっかりと、ユニット選択であったり、やはりですねクラクラにおいてやっぱりねこのテンプレの攻め方はないんですよ。やっぱりタウンホール7とかだったらドラッシュしとけよみたいな感じなんですけれども、やはりタウンホール10においてもうほんとベースに合ったユニット構成っていうのが非常にね本当に重要となってくるんですよね。なので今回は、しっかりとですねベースを見て攻められたリプレイかなと思います。例えばですね皆さんこのまあ、動画を見て、このユニット編成でちょっと俺もやってみようかなみたいな感じでタウンホール10の例えばクラン戦同角を攻めたところで100% は取れないかなと思います。しっかりとベースを見た上で、ユニットを構成していくというのが非常に重要です。あとは自分なりのというかしっかりとベースに合った、編成、そして戦術、どこから攻めるか、どこからホグライダーを流し込むのかとか、そういうのが重要となってきますね。ということで今回は、タウンホール10におけるですねホグラッシュ、まあゴレホグですね、ゴレホグ、まあ、ハイブリッドのバルーンがホグライダーになったみたいな感じですね。基本的にはヒーローとゴーレムで進んでいって後からホグラッシュという感じなので、ということでぜひとも皆さんですねこの攻め、まあ、真似する、まあ、さっきも言いましたけれども、まあ、ベースはこの考え方、ベースはこういう攻め方で、自分のですねそのクラン戦とかの相手のベースに合わせて戦術を組んでいって、そして自分でしっかりと攻めるところも確認していってという風にすればホグラッシュまだまだ強いですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。